はい、どうも。ということで今回はどっからやっていこうかな。ちょっと時間が空いてしまったね。前回多分玉編で終わっていると思うんですよね。今回じゃあ大沢見ていきましょうかね。まだ多分大沢シナリオ見ていなかった。金、地位、名誉、そんなもの私には何の意味もない。私が望むものは凪のような生活だ。穏やかに緩やかにただ一点を見つめていたい。雑念などあってはならない、あってはならないのだ。なかなかに重い範囲ですね。CD コンポのスピーカーからポップなリズムの曲が流れた。最近のヒットチャートで人気を独占している神木彩という女性ボーカリストの歌声だ。さらに音量が大きくなった。机に座った大沢健二がリモコンでボリュームを上げたのだ。外見はクラシックを好みそうな風貌をしているのに、大沢は中学生が聴きそうなガールズロックが大好きだった。目を閉じて曲に合わせて体を揺らしてみる。大好きなフレーズを口ずさんでもみる。それでもダメだった。いつもは心を癒してくれる歌声も今日ばかりはまるで効果がなかった。大沢の心と体は憔悴しきっていた。自宅の書斎の机には大量の書類が投げ出されている。その内容はウイルスやワクチンに関するものばかりだ。なかなかに今のね、まあ世相とリンクする部分もありますよね。アメリカ支社への出張を終え1週間前に帰国したのだが、来週末にはまた渡米しなければならない。日本にいる間に済まさなければならない仕事は膨大な量だった。大沢は書類を手にしたが、すぐに机に放り出した。椅子の背もたれに全身を預けて大きなため息を一つつく。とても仕事が手につくような精神状態ではなかった。ドアが小さくノックされた。所長、よろしいですか？同僚の田中桃の声だった。ああ、開いている。そう返事をすると田中が書斎に入ってきた。こんな時になんですが、声がよく聞こえない。リモコンで少しだけボリュームを下げた。研究所から電話がありまして、昨日送ったメールの返事が欲しいそうです。田中が申し訳なそうにつぶやいた。今日じゃなくてもいいだろう。今すぐに出そうです。伸ばしてくれとは伝えたんですが。そうか、わかった。大沢が疲れた声で答えると、田中は軽く頭を下げて書斎を出ていった。本当に田中は頼りになる男だ。自分の仕事もあるというのに、今日もわざわざ私の自宅まで出向いてくれた。日本に帰国してからというもの、公私ともに支えてくれている。田中がいなければ今の精神状態で仕事などできないだろう。パソコンのメーラーを開き、仕事に関するメールを返信していく。出張経費の報告、設備投資に対する意見聴取、薬品の備蓄量についてのチェック依頼、どれも今の大沢にとってはさまつな事柄にしか思えなかった。一通りメールを返し終わった時、一通のメールが届いた。送信者は A。 件名には日本語で1年前南アフリカとある。メッセージ欄には何も書かれていないが、何やら画像が数枚添付されているようだ。ウイルスメールの可能性もあるので、いつもならこんなメールはすぐに捨ててしまう。しかし南アフリカというキーワードが引っかかった。南アフリカといえば、どうしても気になって仕方がない。モニター上のカーソルを画像ファイルの上に動かす。ノリのいい曲に背中を押されるように、人差し指がマウスのボタンをダブルクリックした。うこれは大部屋で10人以上がベッドに寝ている。どうやら病室のようだ。なんだか妙な胸騒ぎがする。
すぐに別の画像を開く。おお、なんだこれは。今度はベッドで寝ている人間のアップだ。顔面には赤い発疹が現れ、耳や鼻から大量の出血が見られる。冷たい汗が背中を伝わった。なんてことだ、この症状は。大沢は残りの画像をすべて開いた。もうなんか怖いなこれ。次々に病人の姿が映し出されていく。みんな死の淵をさまよっているような表情だ。間違いない、これはウーアウイルスの感染者だ。ウーアウイルス、フィロウイルスかウーア用ウイルス属ウーアウイルス、エボラウイルスなど同じかに、属種、ウーアウイルス性激症出血熱を引き起こす。空気感染するが感染者が発症するまでは他者に伝染しない。米国疾病予防管理センターの危険度格付けでいうと最も危険なウイルスの分類リスクグループ4に属する。ほう。しかしどうして、要はメールを送った人はこの画像で、ね、この画像か何かを訴えているんだろうかね。頭の中で様々な疑問が湧いてくる。大沢はキーボードを素早く叩いた。反応は来るとは思えないが、一応メールを返信してみる。この画像は何だ、お前は誰だ、心当たりかなんかあるのかな。全く記憶にない、本当に。ウーアウイルスのウーアとはスワヒリ語で花を意味する。ウーアウイルス、単径90から110ナノメートル程度、長径500ナノメートルから700ナノメートル、しばしば反り返った形状の鎌型になるため死神の鎌と呼ばれることもある。外皮膜を有し、表面には多タンパク質のスパイク状の突起が並んでいる。へえ。ウイルスの増殖した形が花びらに似ているから命名されたらしい。しかしこのウイルスの危険度は、花なんて可愛いものではない。ウーアには花以外にも死という意味もある。まさにその通りで、ウーアウイルスに感染した場合の致死率は 100%。 ほう、これ実際にもあるんだよね多分ね。詳細な情報が秘匿され、ウーアウイルスの感染例はほとんど知られていない。分かっている限りで感染した患者の全てが短期間で死亡しているため致死率が 100% となっている。感染例が増えれば 100% でないにしても非常に高い致死率であることが予想される。ああそういうことか、増えればそうだね、まあ致死率は普通下がるもんね。しかも感染から発症して死亡するまでの時間も短い。発症、数個のウイルス粒子を吸い込むだけで肺からリンパ節に移動、全身に広がる。肝細胞やマクロファージなどの様々な部分で増殖し、血管の内皮細胞を破壊することが確認されている。脳に侵入すると泥化、泥化という、血と体液が混在した状態になる。怖っ。約12時間で骨と骨格筋以外のあらゆる場所から出血する。あまりに高い致死率のため一般には今も存在極秘にされている。なんかエボラ出血とかそういうのじゃないのかな。パソコンからメール着信音がした。発信者 A だ。お、帰ってきた。大沢は慌ててメールを開く。またも件名は1年前南アフリカ。お前の罪。メッセージ欄にはそれだけは書かれてあった。書いてあった。私の罪、ますますわけがわからなかった。もう一度先ほどの画像の中で、怖いんだよなちょっとこれ見るのが。なぜこれが私の罪なんだ。冷静になってみると患者の出血具合がひどい。発症してから数時間は経過している感じだ。まもなくこの患者は命を絶たれる。もだえ苦しみながら一生を終える。それが私の罪だというのか。部屋のドアが小さくノックされた。あなた、ちょっといい？妻である愛の声だった。おー、ちょっと待って。まあ、こっちかな、でも。ちょっと待ってくれ。大沢は慌ててメーラーを閉じた。たとえ立ちの悪いいたずらだとしても、こんなものを家族に見られるわけにはいかない。特に愛には。どうぞ。大沢がそう言った時には、すでに愛は書斎の中へ入ってきていた。きつい香水の匂いに大沢は一瞬顔をしかめた。アメリカ行きの件、考え直してくれた。その言葉に大沢はうんざりした。今はいいだろ、その話は。
よくないわよ。一人で勝手に決めることじゃないでしょ。今回の出張中にアメリカの大手製薬会社から研究所のトップとして招きたいと、ヘッドハンティングされた。すごいじゃん。金や名誉で心が動くことはないし、大越製薬には長年の義理がある。大越製薬、大沢健二が勤務する製薬会社。国内外に強固な販売網を持ち、年商は1兆円の大企業。世界的に需要のある薬剤の特許をいくつも有し、厚生労働省や政治家にも大きな影響力がある。社員数は7000人、そのうち研究員は600人。しかし最高の環境であるウイルスの研究ができるのは研究者として魅力的なステップアップだった。もし会社を移るのならアメリカに移住することになる。帰国して愛に相談すると、にべもなく反対された。もっともそれは分かりきった反応だった。愛の父親である牧野優は大越製薬の重役である。はあ。他社の研究所に移ることを許せるわけがないでしょうね。ねえ、あなた、お願い。愛が詰め寄ってくる。私の立場も考えてよ。あなたがアメリカに行ったら、私、父に何て説明すればいいのよ。聞き慣れた、ひどく耳障りな声。あなたがいなくなったら、大越製薬はどうなると思ってるの？すべてが終わったら、ちゃんと話し合おう。落ち着いた口調でなだめた。あなた、所長なのよ。勝手すぎるわ。愛は不満げな顔をして書斎を出ていった。おお、なかなかに重たいですね、いきなり。確かにそう簡単にアメリカの研究所に移れるとは思っていなかった。その理由は、大沢の開発した抗ウイルス剤にあった。抗ウイルス剤、ウイルス性感染症に効果のある治療薬。インフルエンザウイルスや人免疫ウイルス HIV に対する治療薬は一例として挙げられる。治療薬といっても万能ではなく、ただ病気の進行を遅らせるだけのものであったり、薬に耐性を持つウイルスには効果がなかったりと、まだまだ課題は多い。さらなる発展を見込み、世界中 の学研機関や製薬会社は研究を進めている。ウーアウイルスが発見されてからというものの、世界中の感染症研究機関国にワクチン開発を含む研究に着手するのと。ワクチン、人間の体内に入っても大丈夫なように無毒化、弱毒化されたウイルスや抗原体のこと。投与することによって体内に免疫抗体を作り出し、感染症にかかりにくくなる、うん、しかし大沢が牧野から開発を命じられたのはワクチンではなく抗ウイルス剤だ。ワクチンは予防接種して事前に感染を防ぐためのものだ。それに対して抗ウイルス剤はすでに発症した患者に投与して治療ができる。大雑把に言ってしまえば、抗ウイルス剤とはウイルスの特効薬だ。もちろんそんな便利なものは簡単に作れれば苦労しない。開発は難航を極めた。なんか本当、今のご時世に合った物語だね。数年間に及ぶ研究の末、抗ウイルス剤と呼べるような物質の同定に成功した。理論値で言えば、ウーアウイルスに感染した初期段階なら 100% の治癒が可能だった。さらに発症後であっても早期の状態なら 80% の治癒というデータも出た。おしかし、この抗ウイルス剤には致命的な問題があった。人体への副作用が非常に強く、一定以上の量を投与すると生命の危機につながってしまう。研究はここで行き詰まった。ウーアウイルスの爆発的な増殖力に対抗するには、どうしても薬剤を多量に投与しなければならないだ。そんな時、大沢の身に嬉しい情報が飛び込んできた。大越製薬のナノテクノロジー医療開発部門が最先端医療機器である DDS を開発したというのだ。ナノテクノロジー、ものすごく小さなものを作ったり動かしたりする技術のこと。ナノメートル、10億分の1メートル、原子レベルの大きさでのデバイス制御は可能。へえ。材料工学や医療分野など応用分野の可能性は広く、アメリカをはじめ多くの国が戦略として研究開発に力を入れている。大沢は DDS、 DDS みたいだった。 DDS、 ドラッグデリバリーシステムの略。超微小カプセルに仕込んだ薬剤を適当な場所に運ぶためのシステム。大沢は DDS に抗ウイルス剤を組み合わせ、少量の薬剤を的確にウーアウイルスにぶつけてみた。この方法は大成功だった。
治療効果は劇的に高まり、副作用を間違いなく軽減される。副作用、薬剤を投与し治療に効果があることを薬効というが、予期しない害のある現象は副作用とされる。ただし薬剤が体に及ぼす影響は非常に複雑であり、どんな薬にも薬効と副作用の双方がある。まあ良い面もあればマイナスな面もあるということですね。すでに猿による動物実験では効果が確認され、あとは人間で臨床試験を行えば抗ウイルス剤は完成という段階まで来ていた。動物実験、医療品や医療技術などを人間に使用する前に安全性を確認するため動物を使用して行う実験。1964年の医学研究者による人体実験論規範ヘルシンキ宣言では適切な動物実験の重要性が説かれているが、一方で動物虐待でもあるとして実験に反対する意見も、まあそれは分からんでもないな。臨床試験、新薬の承認などの申請には動物実験などに健常人や、患者に薬剤を投与し安全性や適応を評価する人体実験臨床試験を行わなければならない。日本では臨床試験に関する知識や機会が不足しており、新薬開発は足かせになっていた。いずれにしてもまだ存在がシークレットの新薬である。その情報を持ったまま別社会の別会社に移るのは難しい。別社会ね、だが可能性がないわけではない。抗ウイルス剤が完成しその存在が発表されれば間違いなく自由の身になれるはずだ。そのためには今は抗ウイルス剤のことで揉め事を起こしたくない。大沢、さっきの目のことは気になって仕方がなかった。大沢はインターホンで田中を書斎に呼んだ。ちょっと見せたいものがある、すぐに来てくれ。副所長である田中に大沢は絶大な信頼を置いていた。研究に没頭できるのは彼のバックアップがあればこそだった。ノックと同時に大沢は扉を開き、周囲を確認してから田中を部屋に入れた。どうしたんですか？これを。大沢は例の画像を見せた。すぐに田中の顔色は変わった。これは。画像を見て田中もすぐにウーアウイルスの感染者と分かったようだ。何か心当たりがあるか？いえ。さっきメールで送られてきたんだ。県名は1年前南アフリカ。つい最近感染者が出たということでしょうか。でもそんな情報はどこにも。田中の言葉に大沢はうなずいた。それにしてもわからないのはなぜこの画像を私に送ってきたかだ。大沢は送られてきたメールを開いた。2通目のメールではこれが私の罪とまで言っている。私の方でも調べています。そうつぶやいてから田中は考え込んだ。念を押すのもなんですが、例のことか。大沢は答えると田中は小さくなった。分かってる、大丈夫だ。君に迷惑はかけない。助かります。田中は安心した顔で書斎を出て行った。大沢はモニター上にあるウーアウイルスというフォルダを開いた。フォルダの中にはウーアウイルスの拡大画像が入っている。ダブルクリックして画像を開くと、本来は肉眼では見られない姿がモニターに大写しになっていた。ウーアウイルスの大きさは100ナノメートル。1万倍の大きさにしてようやく1ミリとなる。そんな小さなウイルスの一つが人間の体内に入った途端、1時間で2000個に増えてしまう。この増殖のスピードは驚異的としか言いようがない。エボラウイルスに感染した人間が発症するまでの潜伏期間は通常7日間程度と言われている。一時期エボラウイルスもね、世界中でニュースになってましたよね。エボラ出血熱を引き起こすフィロウイルス化のウイルス、現在4つの型、アイボリーコースト、スーダン、レストン、ザイールが確認されている。高い致死率、スーダン型 53%、 ザイール型 88% で知られているが、アメリカに輸入された猿から発見されたレストン型には人間に対する病原性がない。インフルエンザでも1日から2日だ。ところがウーアウイルスはただ12時間で発症してしまう。大沢は画像をスライドショーにしてウーアウイルスが増殖する過程を眺めた。何度見ても不思議な光景だった。ウイルスは増えることだけを目的に生きている。理由や理屈などは何もない。ただ純粋に増えるだけなのだ。そこに大沢は神秘的なものを感じていた。もしウイルスに感情があるのならどんな気持ちで生きているの、怖えな、なかなか。そんな分かることのない答えを求めて大沢はウイルスの研究にのめり込んでいた。
抗ウイルス剤の開発を手掛けたのはあくまで会社の仕事としてである。殺人ウイルスから人々を守るという使命感などない。ただウーアウイルスと戯れていられればそれだけで毎日が幸せだった。新しいメールが着信した。内容はと目を通した大沢は未婚を寄せた。未婚、緊急事態だ。大至急ヘブン出版に。これ実川ってあの実川か。出ないと人が一人死ぬことになる。実川実、もう一人の、もう何人かいるうちの主人公ですね。ヘブン出版、実川実、どちらも知らない名前だ。ここで実川と大沢がつながるんだ。しかしさっきの名と無関係と思えなかった。もしかしたらこの差出人が何かの情報を握っているのかもしれない。匿名ではなく今度は実名で送ってきているところや文面に焦りが見られるのが真実味を帯びてる。へえ、実川なんか知ってんのかな。何より人が一人死ぬという言葉に大沢は激しく動揺した。取るものとりあえず大沢はこっそりと家を抜け出しヘブン出版に向かった。ほうもう合流すんの。場所を突き止めるのにかなりの時間かかったが大沢はようやくその雑居ビルにたどり着いた。ポストには3階と4階にヘブン出版と表示されていた。大沢はエレベーターで3階に向かった。中を覗くか誰もいない。4階も同じように誰もいなかった。なんか怖えなこの絵も。天井からロープが垂れ下がっている。奇妙といえば奇妙だがそれが何を意味するのかわからない。落ち着かない気分のまま30分が経った。1時間が過ぎ、これバッドエンドかな。2時間が経過した。誰も現れそうにないので3階に移動した。さらに1時間、ひたすら待ち続けて2時間。疲れてうとうとと居眠りをして気づけばすっかり日が傾いてた。これバッドだな。夕焼けか。大沢は寝癖のついた頭で窓の外を眺めながらつぶやいた。何か大変なことを忘れているような気がしたが、静かに暮れていく街を眺めていると煩わしい日常の何もかもがどうでもよくなった。大沢の望んだ凪のような時間がそこにはあった。バッターン。現実逃避。実川を動かせってことこれ。怪しいメールに導かれてヘブン出版に向かったが、そこには誰の姿もなかった。言うまでもなくメールの送信者は実川実である。11時30分頃実川は知り合いの記者や片っ端からメールを送ったのだが、慌てていたためアドレスを間違え、偶然にもそのうちの一通が大沢に届いてしまったのだ。実川がメールをしていなければこうはならなかっただろう。ちょっと実川を動かしますか。時間的にもでもちょうどいいか。一旦切りますかね。ちょっとここで一旦切りましょうかね。次、実川編からやっていきましょう。